だ練習中。まだ練習中。サーキットを作っちゃいました。ここはまあ簡単に言うとマイテストコースです。昔からあの自分の好きに走れるコースがあったらなっていう夢があったんでやっちゃいました。こういう場所を作ろうっていうのはもう何年ぐらい前から考えてたんですか？まあ、考えてたっていうより欲しいなとは思ってたんですけど、まあ、なかなか難しかったんですけど、まあ、たまたま知り合いがこの土地を、まあ、売ってもいいよっていう話があったんで。土地自体はもう 2,3 年前確保してあったんですけど、なかなか忙しくて何もできてなかったんですけど、まあ、今ちょうど、まあ、コロナもあって、時間はあったんで、一気にここ2ヶ月くらいで進んじゃいました。そんなもんでこんな感じに作れちゃったんですか？そうですね、まあ、まだ終わってないんですけど、やりたいことはあるんですけど、まあ一回、まあ、なんとなく走れるようにはなってます。やっぱり広い分いろいろ舗装にもお金かかるし、もともと林だったんですけど木切るのにもやっぱすごいお金かかるし、予想以上にどんどんお金がかかっちゃってちょっとビビってます。まあ、なのでできる部分とかは自分らでなるべくやるようにしてコストを抑えてます。まずはやっぱりサーキットといったらゼブラ。これあのなぜかって特に理由はないんですけど、あの雰囲気を出すためにゼブラをまず描きました。でこれあの D1 でよくあのコースを作ってくれてる千葉さんが手伝ってくれて、まあ、1日でささっと描いてくれて、まあ、あとはこのバナーとか雰囲気いいなっていう。このかっこいいガラス張りのコンテナはこれあの D1 で走ってる高橋克実くんのうちが前バイク屋さんをやってて、でいらなくなったっていうんでいただいて置かしてもらいました。で、まあ、ペンキ屋なんかはコストを抑えるために自分たちで塗って、この階段もあの自分でユンボでつけて溶接でいろいろ頑張ってます。一応まあ休憩スペースというか、まあ、かっこよく飾れたらなとは思ってるんですけど、まあ、これもまだまだやりながらで、あの最終的にはどうなるか僕も見えてないです。ちょっと上がってみますか。できる前はあのどこに走りに行ったの？は結構恵比寿サーキットお世話になったり、日光だったり、まあ、富士の方だったり、まあ、必ず2時間ぐらいはかかるところだったんで、ここだったら2分なんですごく時間の節約もできるし、やっぱ好きな時に走れるっていうのはいいですね。まあ、僕今まで散々サーキット行っていてこんなこと気にしたことなかったんですけど、実は引き立てのアスファルトっていうのは水をまいてもスキーローンがすごい出るってことが分かって、今はちょっと時間を置いてスキーローンがあんまり出なくなるのを待ってます。時間が経つとスキーローンも小さくなる？一応引いて直後にやった時はすごいうるさくて、で1週間2週間してやった時はかなり小さくなってたんで、ただやっぱり雨降ってると本当は全く音しないイメージがあるんで、そのうちもしなくなるんじゃないのかなと思って今はちょっと控えてます。アスファルトはまさか自分で引いたんじゃないですよね？アスファルト業者です。それは自分じゃできないですね。これはこんだけの面積あるとやっぱ費用的にも相当かかるんですよ。相当かかりますね。これと同じぐらいしますね。
これね、高そうだね。やっぱ面積がでかいと高いですね。アスファルトの材質自体はどうなんですか？道路と同じような、これは道路と同じですね。あの国際サーキットさんとかああいうところはもう少し違う舗装で水はけがいいようなやつでやってるんですけど、もうちょっと粗いやつで傷みやすいんですよ、ボロボロ剥がれてきちゃったり。これ密流ってやつで詰まってるんですけど、水はけ悪いけど傷みにくい。あれはメンテナンスにお金がかかりすぎるんで無理です。これじゃあできないです。この値段じゃできない。これじゃできない。ただやっぱり近所もすごく近くて、騒音の問題とかもあるんで、一応散水車は用意して。これは絶対ですよ。でもこれがないとできないです。なんかこういう車も楽しいんじゃない？これ意外と面白いんですよ。次第でいろいろできます。こんな施設があるんで、まあ、これからうちで作る車いろいろテストも簡単にできるようになったんで、まあ、より車を作るのも早くできるし、いい車ができるようになりました。今年2020年の D1 向けに、新しいスープラを作りました。まあ、1台目と2台目は少し時間の制約があったんで、やりたいことを全部はできなかったんですけど、まあ、今回3台目は、もうボディ作るとこから本当にやりたいことを全てやった感じで、僕の理想の車ができました。去年まで使ってた車より、細かくいろいろ違うんですけど、重量的にトータルで60キロくらい軽くなってて、で、エンジンももう少し、回転回るようにできてます。ギアチェンジも少なくて済むし、ファイナルギアなんかも有効に選択できるんで、回転が多く使えた方が、セッティングもやりやすいし運転もしやすくなります。で、切れ角なんかも少し増えてるし、全体的に戦闘力アップしてます。ターボを下から立ち上げるアンチラグシステムとか、あとはクラッチを切らないでもギアチェンジできるフラットシフトとか、最近いろいろその辺を駆使してより乗りやすくしてます。ボディキットは去年までと変わらないんですけど、ボンネットとドアはドライカーボンで今回新しくやってます。もともとアルミなんでそんなには変わんないんですけど、やっぱりカーボンかっこいいなっていうので、カラーリングも、前は黒とかグレーだったんですけど、止まってる時は僕かっこいいなと思うんですけど、ビデオとかやっぱ走ってる時は
白とかのがやっぱ鮮やかに映像映えするなと思って、であとはトヨタさんのガズーの公式カラーがこの白赤黒で、まあ、それに憧れてこれにしました。まあ、あとは、まあ、細かく言っていくと、まあ、ロールケージの入り方も違うんですけど、まあ、大きな理由が、まあ、まずシートをより後ろに下げて重量バランスを50対50に近づけたかったっていうのがあって、まあ、メインのロールケージの入り方とかボディのパネルとかもちょっとより工夫してシートからペダルから全部を後ろに下げてます。ノーマルから比べるともう20センチ近く下がってると思います。で、まあ、とにかく今回の車はエンジンからシートから全てのものを、まあ、後ろにより下げて前後バランスが良くなってトータル重量も60キロぐらい軽くなっているんで、まあ、それだけでも戦闘力が上がっていると思ってます。まあ、去年は何番だか分かんないぐらい成績が良くなかったんですけど、まあ、今年は気を取り直して、まあ、これだけ頑張ってやったんで、まあ、もう優勝を絶対取りたいと思ってます。まあ、あのチームメイトで今年から松山北斗君の、まあ、スープラ、まあ、それもうちで作らせてもらって同じチームで走るんで、まあ、すごく北斗君楽しみだし、まあ、川端さんとかも新しい車作ってて、あのかなり作り込んでるんですごく楽しみです。やっぱりどんどんスープラこれから増えてくると思うんで、みんなどんなスープラ作ってくるのかなっていうのはすごく楽しみなんで、もう今年早く開幕、まあ、待ち遠しいです。